ますが、今日のテーマがこれなんですね。なんかこの意識の高い講師の方が何かに怯えながらこうネタコを起こすな論をですね、否定してるんですけども、昭和50年代60年代まあその後もですけども、こういうブラック問題でね、学校の授業なんかでこんな教えなけりゃいいんじゃないですかっていう風に先生に言うと、なぜか先生が発狂して殴られてしまったとかですね、放課後居残りさせられてお前は間違ってると延々と説得されたとかね、まあそういう話を聞くんですね。本当西日本だとね、そういうこと本当あったんですよ。まあうちの学校でも、僕は高校生の頃も延々と放課後に説得されてる人いましたね。で、なんでこういうことになるかっていうと、もうこれはいじめの構図と同じで、やらなければやられると、学校の先生が、まあ、ある地域に赴任してくると、そこの、解放同盟員なんかにですね、地元の部落のフィールドワークという名の探訪させられてですね、でここの子供はちょっとね配慮しないといけないぞと、まあ、そういう脅しみたいなのをかけられるっていうのがあったんですよ。滋賀なんかでもそういうの聞きましたね。でその時に学校でしっかりとブラック問題を教えてくださいと、まあそこで暗にですね、じゃあ教えなければどうなるんだという、まあそういう脅しみたいなことをかけられるんですよ。で実際その解放同盟なんかのね方針に逆らうと、林保官に呼ばれてね、学校の先生が泣き落としされたなんていうことが、まあ鳥取なんかでもあったそうなんですね、聞くところによると。だからまあ学校の先生としてはもう怖いからね、やらないとやられるから教えてたっていうところがあるんです。でまあブラック問題を教えなければ差別のしようがないじゃないかと、でネタコを起こすなんていいじゃないよと、まあその通りですよ。でお前が言うなって言われるかもしれないですね。こうやってね、神奈川県人権啓発センターはブラックだの童話だのね、もう躊躇なく喋ってるし、ブラックに行ったりしてますからね。でこの点については、じゃあうち神奈川県人権啓発センターと解放同盟だとか、あとそういう学校教育と何が違うかっていうと、これはネタコを起こすなとかネタコを起こせっていう、そういう論の対立じゃなくて、強制するかしないかっていう問題なんです。で学校教育なんかの悪いところはですね、例えばまあネタコを起こせっていうことになると、そういう教育を強制するんですよ。でそれに対して反発すると、まあ延々とお前は間違ってると言われてしまうと。で最近ではなぜか解放同盟がネタコを起こすな論者になってしまってですね、こうやって部落の地名をねチャンネルへ出すと、怒られるわけですよ。だからネタコを起こすにしても起こさないにしても、それを強制するんですよね。なぜかこう人権について敏感で意識の高い方々っていうのは、だけどそういうことの方がむしろ反人権的で、学問の自由っていうのがあるんだから、まあ特に神奈川県の人権啓発センターの動画にしても、僕は見たい人は見ればいいしね、楽しみたい人は楽しんでいいし、で実際部落行きたいなら行ってもいいし、でもまあ部落なんて正直関わりたくないって言ったら、別に関わりたくなくていいわけですよ、関わらなくて。でもう一つの論点っていうのが、正しいネタコの起こし方をしないと、悪いネタコの起こし方をされてしまうと。つまりまあ近くにね、あからさまに童話地区があるような地域だと、まあ大人なんかからね、子供が、あの地域は柄が悪いとか、あそこの連中はね税金納めてないとか、まあそういう悪いことを教えられてしまうから、そういうことを教えられてる前、教えられる前に学校でちゃんと正しい教育するっていう、まあそういう理屈なんですけども、じゃあ学校がそんな正しいネタコの起こし方をしてるかって言って、そんなことないわけですよ。大体学校の先生もやらされてるわけだし、まあそれに伴って、児童生徒もね、そういう教育を強制されてやるわけだから、まあ、いやいややらされるわけですよ、はっきり言って。だからそういうものがなんか教育的かっていうと、僕そうでないと思いますよ。やっぱりブラック問題ってのはややこしいものだと。で下手なことを言うとね、殴られたり、それで放課後延々と説得されると、何もいい印象を抱かないですよね。だからいいネタコの起こし方っていうんであれば、神奈川県人権啓発センターの方がそういうことをしていると自負してます。だから、まあ、学校とかね大学で、
生徒や学生が部落問題についてね、まあ、授業が始まって、まあ、最初部落とか童話って言われるとそういうキーワードでやっぱ今の人はスマートフォンなんかでね検索すると思うんです。そしたら神奈川県人権啓発センターの動画が出てくると、そこで別に部落っていうのは別に怖いものじゃないよと、こうやってね、カメラ持って部落うろついたって別に殺されるわけないじゃないわけじゃないですか、うん、そういうことをちゃんと身をもって、知っていただけると。だからそういう意味では、まあもうその学校なんかのね悪い人権教育を先取りして、いいねだこの起こし方をしているのがこの本チャンネルなわけです。まあもちろんその辺はね異論はあることは承知しているので、だからうちは別に強制しないわけです。見たい人は見ればいい、見たくなければ見なくていいと、うん、ということで、まあそれでもできればですね、ぜひあのチャンネル登録していただければと思うわけです。それでは本日の啓発動画でした。